昼寝してまーす。昼寝っていうか、まるさん暇なんでね、ほとんど一日中昼寝してんすよ。散歩行ってるか、ご飯食べてる以外は、あと俺と遊んでる以外は。まる、お前暇だよな。まる、暇、暇人マルコさん。<laughs> というわけでね、まるさんとね、さっき朝散歩行ってきたんですよ。えー、いつもね、帰り、あの、朝ご飯、 あのー、コンビニで買ってきたりするんですけど、今日ね、おにぎり買おうとしたらね、そん時ね、これは皆さん知ってますよね。ブラさんです。ブラックサンダー。マルコさんも大好き、ブラックサンダー。これノーマルタイプですよ。うまいっすよね。僕もすごい好きなんですよ。よく食べます。はい。<laughs> ブラックサンダーを横にして寝るマルコさん。はい。そしてね、今日見たらね、ブラックサンダーもじゃあ買おうと思って、 マルさんと言ったらね、今日ね、こんなもん発見しましたよ。ブラックサンダー。プロテインが入ってんすよ、これなんか。アーモンド7粒相当って書いてあるんで、おそらくこれ、アーモンドでその分タンパク質増えたっていうことなんじゃないかなとは思うんですけど、ね、まだ食べてないんでわかんないですけど、まあこうね、やったらアーモンドの絵が書いてあるんですよ。ね、まあナッツはタンパク質が入ってますからね。 で、まあ、ちょっと長いんで、長いんで、その分、タンパク質も多いですかね。まあ、基本糖分と脂肪分しかないはずなんですけど。まあ、プロテイン 5g 配合って書いてあるんで、まあ、正直言えば、ジョークみたいなプロテインですよね。あの、まあ、卵1個ぐらいか、ね、納豆1パック取ったり。 肉ちょっと食ったり、魚一切れぐらい食えばまあ追いついちゃうタンパク質量なんで、まあそんなにね、あの、これでプロテインね、補給したぜっていうことにはなもちろんならないんですけど、もちろんならないんですけど、まあね、あの、このナチュラルなブラックサンダー食うよりはいいかなっていう話だと思うんですよ。これがね、えっと、後ろを見ると、ね、すごいごめんなさい見にくいと思うんですけど、 タンパク質 1.3g って書いてありますよね。で、こっち。えー、こっちのプロテイン入り見ると、えー、まあ表にも書いてあったけど、タンパク質 5.7g 入ってるそうです。はい。なので、まあこっちだと 1.3g。こっちだと、まぁ、あ、5.7g なんで、まあまあ、ブラックサンダーからタンパク質取るよっていう人であれば、 まあ、いないと思いますけど、こっち食った方がね、あのー、ね、ブラックサンダーネクストギア食った方が、タンパク質は補給できるってことですよ。まるまるコマルコも、五流だけど格闘家だからな、タンパク質必要だもんだからだな、ね、私もまるさんもね、あの、五流ではありますけど格闘家なんで、どちらかといえば、こちらを、お、お、 マルさん耳の反応がすごいですね。すみません、関係ない話で。うおマル、ま、さん、ちょっとブラさんでやっていいブラさんでちょっとマルさんの耳。おマルさん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 、わ、まま、<laughs> かりま、わかりませんよね、これね。あの、相当なマルさんマニアじゃないと、もしくは飼い主の私じゃないとわかるんですけど、マ、ま、ルさん最近すっげえデブったんですよ。うお 丸さん、すごいね。丸さん。丸さん、ふっくらして。丸さん、デブだね、丸。デブな人。デブな人。うわあ丸、デブなんだね。認めたわ、丸。偉いなでも認めるってのは大事だからな。自分の負けを認めて人を成長するからね、丸。丸 <laughs>、ちょっと腕戻してもらっていいかな。はい。ごめんな、丸。 マルごめんな。じゃあブラックサンダーね、ちょっと食べてみようと思いますね。両方食べてちょっと食べ比べしようかな。おっとマル、ま、さんどっちがいいマル、ま、さん両方食べたい。でもマルこれ以上デブにならないから一本にしよう。プロテイン入りのブラックサンダー食べたい人。あ、マ、ま、ルもやっぱこっちがいいんだね。分かったよ。じゃあマルこっちあげるからな。俺にもちょっと一口だけくれな。 ということで、あ、ちなみにこれね、スーパーとかだと売ってないみたいです。あの、なんかね、コンビニ限定らしいですよ。はい。なので気になった人は、早めにコンビニに買いに行ってみてください。